40万人感謝の突破記念でしまして、スイッチ3つ用意しました。応募は、チャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも、やってきました。最後もーこらっしゃーこらっしゃー。1週間虫を食べなきゃいけない生活。うわーい、虫虫食虫。ちょ待って、一つ食虫。なんでそれ変なことばっかりするの。虫を食わなきゃいけない企画。そう、何食ってもいいよ、1日。ただ1日1回絶対虫を何かしてくれ。なんでこいつそういうの持ってくるわけ。まあじゃあやるやつ決めましょうか。まあでも、だいたいもうだいたいみんなキンキンに1週間やってるよな。ほぼこいつ刺すでしょ。えこいつにしか話しない。フェイクかもしれませんよ、これが。俺のことは好きな方見てるから。こんな分かりやすいやつないでしょ。やる人、はい、大輝やっぱり編集する人もおもろいよ。まあでも、まあね、これ聞いたことある。魚って言わない。言わない言わない。なんかヤモリとかカエルとか同じヤモリ。ちょっと待って、そいつらって虫じゃない。ドアの前誰か通ったよね。ちょっと待って、ええってマジで。ガチで今カメラ映ってて、マジでカメラ映ってた。うん、1週間スタート。イエーイ。お腹すいた人はーい。何食いたい。俺肉肉肉。お前は虫だ。見てください、これちゃんと虫入ってるっていう。え、ミルワーム、怖っ。これすげえな君、マジで触るのはできるけど。うわぁ、やだい。ちょ、ここ、ここほら虫から出てくる液体みたいになってる、これ。うわぁ、マヨネーズいらなかったよね。マジで本当に、マジでない。クソマジ、クソまずいんだ。どんな味するの。毒うどん。あー楽しいですね。いや最高っすね。いや最高でね、外で大輝が楽しんでるんですけど、あ無邪気に子供みたいに、うん、あ野球好きだからな。巨人も勝ってるしね。あ虫です。虫です。うわ、ゴキブリみたいなやついるよ。おお、ガチ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 。腐った牛乳みたいな匂いする。やば、行きましょう。虫の時間です。虫の時間です。これ、福岡でもちゃんとあります。じゃあいいから、いいから。福岡もいる。福岡いるだろ。そうだ、福岡にいれば半分前。博多の味で。かっ飛ばして、かっ飛ばして、こっちんまかっ飛ばして、こっちんまフィーバータイム、フィーバータイム。3日目じゃないですか。はい。その3日目が終わろうとしてるんですけど、寝てるのよ。寝たいせいで寝てる。だから起こして虫を食べさせてあげましょう。俺起きそうのよ、もうこれ何これ。起きる。うわぁ、俺ほんとこれ無理だわ。これはやばい。はい、おはようございます。もうすぐ今日が終わるぞ。はい。何何何、やり残したことはないかい。親友と語り合ったかい。気持ち悪い虫食べたかい。一生忘れないような出来事。あー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 だいぶでかいから、こんな。うわー、はい、うわー、開いた。うわー、これやばい。あーこれやばい。何今のね、見たことない。うっしょー、うれ、うわ、なんすか。はいはい、うわ、お前さ、はい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 、もう分かる、食べるから待ってよ。しかも何だ、お前2匹も連れてきたんだ、てめえ。おい、何匹でいいしょって、食え。うわー、やだ、助けてー。うるせえな、お前。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、マジで気持ち悪い。うれうれうれ、ガキだ、お前。おい、やってきた焼肉弁当。はいはい、この焼肉とご飯の間にね、虫を。うわー、これ入れちゃうわけだ。うん、今大輝ね、そう、ちょうど風呂入ってるし。ちょ、うわ、大量、キモい、大量やばい。
これはえぐい。どうすんだろうね。お、焼肉弁当あらす。焼肉弁当ってさ、セブンで一番美味しくない？いや、セブンで一番はやっぱペペロンでしょ。チョレギサラダ。まあそれは間違いない、間違いない、間違いない。チョレギ卿がいるからさ、うまっ。弁当界の王よ。お前か。どうした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 お、何があった。なんで焼肉弁当に虫入っとんねん。しかも大量にだよ。何が入ってんのお前。これ見てこれ。え、多分10は入ってる。10以上入ってる。じゃあ虫だけでいいよ。おい、早食いきつそうだから虫だけでいいよ。ここだけ食べるね。じゃあここだけ。うおえ、おおおおやっぱかき集めちゃった。よいどんつけ、よいどん。うわ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 ー、無理。あ、これ、これだけ音。うわはい、寿司寿司寿司行きましょう。寿司に寿司。じゃあ俺も食べちゃっていいですか。じゃあ俺も食うわ。あ、ちょっと、えい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 、あ、隠す、ちょっと欲しい。はいはいはい、あ、隠し味、えい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 。最近なんか緑の袋見るだけでもう反応してる。こちらコオロギの座り方です。はい、お待ち、はい、お待ち。ドゥーン、ドゥーン、顔うずえ。はい、いただきますよ。じゃあもうペロッといくからね。あ、もう、あ、本当に無理なんだ。本当に無理。やばい、謎のリアクションだもん。どんだけ虫食ってきたんだろう。一部、大家の一部が虫でできてるわけだよ。だってほぼ虫だね。おいずこお寿司を食わしてくれ。なんて。ちょ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 、お前らちょっと待って。行きたいとこあるからちょっと大悟もしに行こうって言われて来たんですけど。どこ行くんですか。行きつけの店があるんで行きましょう。美味しいね、ラーメン屋さんが。あ、ラーメン、ラーメン、ラーメンね。あるんで。じゃあこれ。ああ、最初からそれで大丈夫ですか。はい、これで。ちょっと時間かかりました。はい、来ましたね。ラーメンです。あ、こっちね。こっち。はい、ラーメンです。これがラーメンで。ラーメンです。大輝、大輝ラーメン。てや。ほら、おすすめラーメンで。見て、別名大王不足虫です。やばい、これやばい、これ。これやばい。見てこの。だってレモンこれだよ。これどう食えばいいの？さっき聞いたところによると、まんま食う。まんま食う。もうこの外側の皮まで塩をちょんちょんつけてまんま食うらしい。いやもう。お願いします。でもやっぱもうやるしかないよね。やるしかない。終盤なんで。待って、これさ、どっから食えばいい。あと足から食っていただきたい。足から行きます。足から行くんすか。じゃあ足から行きます。はい。うわ、あー食ってる、めっちゃ食ってる。すりそう。味しねえ、あんまり味しない。あ、やっぱちゃんと食わないと。やっぱ頭からじゃいっちゃいましょう。そう、頭からガブいっちゃいましょう。いや、行かないで。やっぱり男大好き。お、やるしかない。そうですね。頭からバグっちゃいましょう。これなぁ、すげぇ絵だな。すげぇ大王グスグス。だってもう手がこれやばいし、結構もうでけぇよな。まぁでけぇ、これでけぇ。でかいでかい、めっちゃでかいと思った。金よ、俺に力をくれ。うわ、うわ、うわ、あぁ、がっつりいったやん。うわ、うわ、おっと。あぁ、噛み締めてますね、大王グソクムシを。おいしい？うぅ、あ、待てよ。虫うめぇ。うめぇ。そんなことあんの。もう一週間虫食ってきたじゃん。抵抗ない、今。虫に順応してるよ、お前。虫食えない。最終日間近になってもうこんなことになってる。若干薬っぽい苦味ある味だけど。やっぱ虫ってやっぱ…やめや、ちょっと…一般人の反応。うまい。うまいんだ。無理無理無理。この虫は僕が口の中に全部入れます。えらい。うおうわ、バリバリって言う。ガリッガリ言ってますね。やだ、その音。もうやっ、尻尾の方まずい。そうなんや。あ、そうなんだ。尻尾の方には卵とかね、
うわーっあったりしてね。まあでもちょっとエビの味がする。あ、そうなんだ。はい、ということで、はい、大樹さん見事クリアということで。素晴らしい、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 すごい、すごい、すごい、やっぱさすがだ、シェイカーだ。あー頑張った俺。覚悟でぶっかまされてる奴らけっ飛ばして。